1> 第1章 GUI の概要。この章では GUI って何、TK インターって何について解説します1。1の1 GUI って何について解説します。GUI とはグラフィカルユーザーインターフェースの略語で。 コンピューターの操作の対象が絵で表現されるユーザーインターフェースです GUI を利用することでマウスなどを使用して直感的にコンピューターを操作できます現在の OS やアプリケーションの多くは GUI を採用しています GUI の対象となる言葉として CUI という言葉がありますが CUI はキャラクターユーザーインターフェースの略語で 文字ベースで操作するインターフェースです次に GUI ライブラリーについて解説します Python では GUI ライブラリーを使用して綺麗な GUI を使用したアプリケーションを簡単に作ることができます GUI ライブラリーを使用して簡単に操作画面などが作れます標準ライブラリーでは TK-Inter という GUI ツールキットがあります次に Python の主な GUI ライブラリーの種類について解説します Python の主な GUI ライブラリーにはご覧のような種類があります TK-Inter は TK という GUI ツールキットを Python で利用するための標準ライブラリーになります取り扱いが簡単で動作も軽いです キビは近年最も人気が高いライブラリーになります単純な GUI だけでなくスマホアプリやゲームなどさまざまなアプリ開発ができます PYQT は C++ で開発されている GUI ツールキット QT を Python で利用するためのライブラリーですさまざまな OS で動作することができます WXPython 別名 Phoenix は C++ で記述されている GUI ツールキット WXWidget を Python で利用するためのライブラリーになります長年利用されている定番ライブラリーになりますこの講座では t k i n t ー r の利用方法を紹介いたします1度2 t k i n t ー r って何 について解 TKINTAR は Python から GUI を構築操作するための標準ライブラリ GUI ツールキットになります。TKINTAR の読み方は TKINTAR または TKINTAR と読むことができます。TKINTAR を利用するとデスクトップアプリケーションを作成することができます。ウィジェット配置 ウィンドウの拡大縮小、キャンバスの利用、イベント処理などを行うことができます。ウィジェットは GUI を構成する部品要素、ボタンやチェックボックスなどのことになります。以上で第1章 GUI の概要を終了いたします。